こういうふうに刀って、ね、一般的にはこう抜くんですけども、こう抜いたら誰にも見えるでしょう、うん、だから大体あの刀いうのはこういうふうにこっちは動かない、うん、気づいたら抜けてるみたいな、こういうのが体の使い方、はいはいはい、あっていうのが、はい、敵に動きを察知されないために剣ではなく鞘を引き抜く、ああそれだ、さっきの写真だ、そうだ、相手に気づかれずに動く、その感覚とはどんなものなのか、怖いよ、僕がせやから、分かるでしょこう、はい、分かるでしょ、はい、この時にバーンと押してください、もうもう OKOKOK、うわ怖い、死んでるよもう、死んでる、おしっこ漏らしたバーンと、はい、いいですから、はい、うん、そうそうそう、はい、おお、オッケーオッケー、うわあ垂れてます垂れてますって、よし、おしっこ漏らしてこい、すごい早い、もう私漏れてますもう漏れてるか、そう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 で、オッケー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 、はい、怖い、結構怖いじゃん、すごい怖い、これ持ったらもうさ、でも時代劇とか見たらさ、こんなキラーンなんててな、いいなんか言ってるけど、あれほんとあんなことありえねえな、この後達人が絶体絶命の、まさに絶体絶命の状況、達人日野はどう動くのか、もう俺の勝ちだこれは、もう博士もう勝ったよ、これは俺の勝ちだよ、バンバンが出てねえよ博士、バン出てさっきのバン、あ、おー、よし、二人とも死んじゃったしな、私しかいないの、お前しかいない、もう私しかいない、おああ死んだ死んだ、スローで見ると相手が引き金を引く直前に攻撃の意思を察知して動いているのが分かる、一瞬3人とも死んだ、ほんと一瞬っていうか、なんかこのズレですもんね、うん、ズレズレ、じゃあ無意識にやっぱり撃とうとする方も何か出てるってことですよね、そうそうそう、もちろん寝ろてねえから、うん、動きだけではない、研ぎ澄まされた意識があってこそ達人技、日野はそれを再現する、今日私が先生にいろいろ教わっていろいろやらせてもらったじゃないですか、うん、私は武道の才能とかってどんな感じですか、さあ素直やからね、いけますよ、才能はあります、あ、そうなんだ、これじゃないですか、チッチキチーじゃないですか素直っていうのがやっぱ大事ですかね、素直が一番ですね、だから今ほら日本でも一緒ですけど、自分の意見をあえてぶっ壊してでも言うっていうのがなんか正しいみたいなあるでしょ、でそれから武道の場合は自分の意見は一切言わないっていう、でせやけど自分の意見を通してしまうっていうね、こっちが強引にやるんではないっていう、だからその素直を言うのがねすごい大事な要素なんで、だからそれがあるとないとで行くか行かないか、だからもう U ターンそこで分かれる、じゃあ鈴木君の第2弾どうでした、いやー楽しかったですね、楽しかったね、いや俺たちもちょっとね、最初見た時あれと思ったんだけど、実際体験してみるとね分かったよ、そうなんだよね、でもなんか今回の先生は、武道の達人っていうかそういうんじゃだけじゃなくて、おお来た、なんかあれですよね、いろんな、おお来たよ、いろんなものを持ってる人ですよね、人生の達人って言ってもいいんじゃないのかな、うん、SRS もこういう企画いいですよね、いいですね、どんどん行こうよ、達人をね、達人、だから訪ねる旅をどこがいいかな、やっぱ、今ヨーロッパあたりイタリアとか行こうよね、はい、じゃあまた達人を探して、じゃあ今日は熊野古道を、はい、歩いて帰ろう、歩いて帰りましょう、よし行くぞ、テントとかないんですか今日ここ常に高い意識を持ち続け達人の境地にたどり着いた日野明、何事にも正面から向かい合う心を持つ、それこそが日野の伝えようとする武道の基本であり、
極意なのだ。道場で達人になったって意味がない。だから武道が生かされるっていうのは道場の話ではなくてね、自分の人生、社会で役に立つもの。人生に生かしてこそ武道は光か。